エンチャンネルへようこそ。今回は歯を白くする治療の中で持続時間が長いものはどれかについて解説していきますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。また歯に関する面白い動画もたくさんアップしていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。歯科衛生士の抜き打ちチェック動画もありますのでぜひご覧ください。歯を白くしたいってクリニックに来る方非常に多いですよね、はい、じゃあなんで白い方がいいんですか。見た目が清潔感がありますし、笑った時に、はい、とても綺麗ですよね。そうですよね。白い男性の方がいいですか。ナチュラルで。白すぎも嫌ですか。そうです、ね、どういう男性がいいですか。吉沢亮さん。これは顔ですね、はい、歯じゃなかったですね。顔に加えて歯も清潔感がある方がいいですよね、うん、歯科衛生士って仕事をしてるからってのもあるかもしれないですけど、じゃなくても皆さん歯っていますよね、うん、絶対ね、マスクをねする生活が今まで最近あってあまり見なかったんですけど、でもまたこうマスクなしで過ごせるようになってきて、やっぱり歯って大事だなってなおさら思いますよね。白い方がいいに決まってるんですよね。清潔感があるし、なんかかっこいいし、例えば色黒で歯だけ真っ白っていうのがかっこいいって思う人もいるし、ちょっとやりすぎって思う人もいるし、人それぞれ好みに合わせてやればいいんですけど、ある程度白い方がいいですよね。白くする方法をねよく話すんですけど、どの方法が長く保てるかよく聞かれます。何が一番持続できますか。やっぱり長く白さを保つためには、うん、セラミック治療とかですか、うん、でも本当その通り、かぶせ物のセラミック矯正が一番長く保てますよね、うん、なんでですか。セラミックは色が変わらないから。うん、本当その通り。セラミックっていうものが材質がいいですので色変わらないんですよね。永年劣化しないような材料なので色味は変わらない。なので色だけでいったらかぶせ物パカッてかぶせる方が持続時間は長いです。いつまで白いですかって聞かれたら、まあずっと白いです。変わらないです。物自体はほぼ変わらないです。自分の歯と歯茎の境目の色とかね、歯茎が下がって変わることはあっても、セラミックってもの自体が色の変化起きないので、持続時間はまあセラミックが一番長い。あとはラミネートベニヤ治療、ベニヤで白くももちろんできます。セラミックほど厚みがあるような材料じゃないので、薄いほんと付け爪みたいなのつけてるだけなので、どうしてもご自身の中の歯の色をちょっと拾っちゃう時があるんですよね。歯と歯茎の隙間からちょっと色が入っちゃって、時間とともに少し色味が変化する人も中にはいるし、変わらない人もいる。ベニヤもね、持つ人はずっとその色です。一生変わらない。セラミックほどじゃないけど白さを保てます。ベニヤとセラミックはすごくね、持続時間だけで言ったら長持ちできますけど、ベニヤは適用が限られますね。歯並びがガタガタな人にはできない。もともと並びがある程度揃ってないと腫れないので、ちょっと適用範囲が狭い。あとは、まあ、腫れ治療になるので少しだけねこう厚みを感じやすいです。最初はそうならないように僕はしてますので、ご安心ください。セラミック治療は歯を削んなきゃいけないので、そこに抵抗感がある人はやらない方がいいです。セラミック矯正でね、短期間で結婚式まで間に合いたいとかね、そういう人はいいんですけど、そうじゃない人は第一選択はあんまりセラミック矯正をね、そんなすごいは進めないです。僕は並びがいい人はベニヤ治療を進めるし、並びがガタガタの人だったらまずは矯正したらどうですかって話もしますので、人それぞれに応じて適用があります。まあ、あとはホワイトニングですよね。ホワイトニングはどうですか。その方の生活習慣によって持続効果は変わりますけど、うん、自分の歯でやっぱり白くしたいっていう方だったらホワイトニングがおすすめですね、うん、その通り。ホワイトニングがやっぱり持続時間は一番短いと思いますけど、自分の歯ですから、これが圧倒的メリットですよね。やっぱり異物を口に入れない、違和感は少ないです。かぶせ物が取れちゃうとかね、荒れちゃうとかそういうこともないし、自分の歯だったらね、矯正して並び良くなってからホワイトニング頑張るっていうのが結構いいセットかなと思いますね。または矯正した後にホワイトニング何回も通うのめんどくさいって人はベニヤ治療するとかね、それは非常に相性がいいですね。ホワイトニングは何回もやることが大事ですよね。持続時間も長くなりますよね、何回もやった方がね。どうしてもホワイトニングはちょっとやっぱり回数が必要なのと、持続時間は最初短いです。コーヒーとかタバコを吸うとか、そういう生活に応じて着色もしちゃうので、それの制限も出てくるので、どうしてもそこが無理って人はベニヤ治療とかね、セラミック治療ありますけど、まずはホワイトニングをトライするのはいいと思います。ホワイトニングはですね、どういうスパンで通うといいんですか。3ヶ月から半年ぐらいのペースで通っていただくと白さは維持しやすいと思います、うん、逆に早く来すぎちゃダメなんですか。
自分の歯には白くなる限度っていうのがあるので、1週間は最初開けて何回か来てもらって、その後は3ヶ月半年に1回来てもらえれば一番ベストだと思います。毎月来ても最初いいと思いますね。2週間に1回とかでもいいと思いますよ。ある程度自分の白さの限界が分かってからは、それを持続するように3ヶ月に1回来るとかがいいと思いますね。自分の歯がどれぐらい白くなるかっていうのをやってみなきゃ分かんないので。ホームホワイトニングどうですか？ホームは白くなるのに時間かかりますね。薬液の濃度が低いので、白さをすぐパッと見たい人はオフィスでやった方がいいんですけど、強いね薬液で照射できるので。ホームホワイトニングのいいところは持続しやすい、普段からやってるので習慣化するので、白さをね長く保ちやすいから、ちょっと費用はねプラスでかかっちゃうけど、長く持続させるんだったらクリニックで月1回最初やって、なおかつホームホワイトニングもやりながら、最強ですね。ホワイトニングの白さ一番保てます。自分の歯の白さをね知るっていうのもあるし、着色してないかをチェックするためにも定期的にクリニックに行って見てもらうようにしてください。現在 A クリニックではドクターを募集しています。詳しくは概要欄の方チェックしてみてください。モニター価格から治療もできますので、詳しくは概要欄の方チェックしてみてください。ということで今回は歯の治療において、どれが一番ね白さを持続時間長く保てるかについて解説していきました。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムと LINE アットもやっていますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。また A クリニックデンタルでは今話したようなセラミック矯正だったり、ラミネートベニヤだったり、ホワイトニングやってますので、ホームページのチェックしてみてください。インスタグラムでは症例写真もたくさんアップしていますので、実際にね質問で僕がね DM で答えたりもできますから、ぜひコメントや DM してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。